んにちは。今年の父の日は6月19日。どんな贈り物をするかもう決められましたか？今日は父の日ギフトにおすすめの雑貨をご紹介します。それでは週刊夢広ナビ、始まり始まり。週刊夢広ナビ。やってきたのは夢タウン広島1階オリベ。四季折々暮らしに彩りを添える器とは雑貨のお店。店名にもなっている岐阜の大名茶人古田織部ゆかりの美濃焼をはじめとする和食器や食卓を彩るカジュアルな食器類、インテリアや小物といった和雑貨がリーズナブルに揃います。結婚祝い、内祝い、引き出物などのギフト公的品と、それぞれの贈り物に合わせたオリジナルラッピングもたくさんご用意しています。藤原店長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。父の日ギフト、織部からのおすすめは何でしょうか？はい、冷たいものを飲むのに最高な銅のビアカップはいかがでしょうか？熱伝導率が高く、冷たいビールをもっと冷たく、もっと美味しく味わえる純銅のビアカップ。表面の追記と呼ばれる伝統加工が丈夫な銅をさらに鍛え上げ、銅イオンが微生物の発生を防ぎ、衛生的なので長く愛用していただける一品です。手に馴染む使いやすい形ですね。はい、こちらは銅の加工で有名な新潟県燕市の日本製ですよ。ピカピカに磨き上げられていて、これはプレゼントにぴったりですね。はい、お家のビールがクリーミーで本場の味に変わりますよ。このカップで飲めば仕事の疲れも吹き飛びそうですね。はい、そうですね。続いて副店長の秋山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。父の日ギフト、次はどんなものをご紹介いただけますか？はい、これから夏に向けて大活躍する扇子をおすすめします。暑い夏、お出かけのお供に大活躍間違いなしの扇子。中骨と呼ばれる竹の部分が長く、しなやかに風を送ります。竹には彫りが細かく施されていて、シンプルでかっこいいデザイン。同じ柄のケースと一緒に木箱に入っているので贈り物に最適です。堀部では父の日フェアを実施しております。3000円以上お買い上げで、配送料全国一律300円とさせていただきます。さらに有料ラッピングも期間中は無料とさせていただきます。どちらも6月19日日曜日、父の日当日まで行っております。毎年好評の父の日バッグもありますよ。ぜひご利用ください。夢タウン広島1階オリベで皆様のお越しをお待ちしております。